ただなすとは。誰？心臓の音がうるさい。心臓の森があなたを見つめているの。お花見の時期ですよ。茨で編んだガウン、傷口を煮えとして捧げなさい。秘密ってのはいつだってありきたりな言葉の中に隠れている。見てごらん、この苦難を有効利用します。私が振り向く。
殺してます。いいタイミングね。気持ちを打ち明けると心が落ち着く。貫きなさい。はっ、貫きなさい。友よ、耳を澄ますんだ。Thank you.
あとは息を殺して待つだけ。手加減は私にお任せください。これは森の勧告よ。ウサちゃんが1羽、ウサちゃんが2羽、このクラウンを有効利用します。何か聞こえる。誰？運動の音がうるさいけど、そんなに怒らないでよ。シュタージズトリの銃を持つ。君たちに民衆の君たちに民衆の声を聞いてみた方がいいかもしれないね。りました。いいタイミングね。気持ちを打ち明けると心が落ち着く。秘密ってのはいつだってありきたりの言葉の中に隠れているよ。聞いてごらん。行きなさい。貫きなさい。ダージズトミの銃を持てる。常識だ。心配はいりません。茨で編んだガウン、傷口を煮えとして捧げなさい。ターゲット位置を発見。強い季節になりましたね。そんなに怒らないでよ。キアリ、攻勢を強めるであります。お花見の時期ですよ。でも、
心が落ち着きあらば入り込む天皇。これは森の監獄よ。行きなさい。つゆ、森の鎧なの。私にお任せください。何か聞こえる。沈黙の森があなたを。いいタイミングね。そんなに怒らないでよ。茨で編んだガウン、傷口を煮えとして捧げなさい。あとは息を殺して待つ。いい加減はいたしませんよ。あとは息を殺して待つだけ。よしよし、暴力は払うべきだ。
いいタイミングね。この苦難を有効利用します。よしよし。ついに森の鎧なの。心地よい季節になりましたね。茨で編んだガウン、傷口を贄として捧げます。嘘じゃない、意地は。嘘じゃない、いいわ。私は振り向く。